ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。日本における鉄道路線の収益というのは営業係数という指数を用いて表すことが多いです。営業係数というのは100円を稼ぐのにいくら費用がかかるかを示しているものです。単純に100を下回ると黒字、それを上回ると赤字というものになります。地方の閑散線区の営業係数はしばしばマスコミで取り上げられ、またバスなどにおいても営業係数を表すことがあるため、営業係数を見たことがある視聴者も多いかと思います。しかし逆に黒字の路線の営業係数となるとなかなか取り上げられないというのが多いです。それは全国的にも長通っている路線や地元で知っている路線が多いということに由来すると考えられます。ところでここで一つ皆様も疑問に思うことがあるでしょう。営業係数が黒字となっている路線はどんな路線があるのかということです。今回はそんな営業係数が黒字となっている路線のうち、特にドル箱路線ともなっているであろう路線について10路線ほど紹介した上で簡単に説明します。ただし他にもたくさんあると思いますので、他にも意見や感想がありましたらコメント欄で教えてください。それでは本編へどうぞ。 JR 中央線、名古屋、高蔵寺、多治見間。 JR 東海の在来線はほとんどの路線で赤字となっておりますが、東海道線や中央線などの黒字が見込める路線に対しては国鉄爆発後に積極的な投資をしてきました。特に中央線の名古屋、高蔵寺、多治見間は JR 東海の在来線としては比較的黒字額が多い路線であるため紹介していきます。 JR 中央線は東京、名古屋間の路線であり、塩尻駅を境に東京方が JR 東日本、名古屋方は JR 東海が管轄しています。中央線というと東京、高尾間を主に走る東京の快速電車が通勤時間帯の混雑でしばしば話題に上がります。しかし名古屋近郊にある名古屋、高蔵寺、多治見間も東京の中央線に匹敵するほどとはいきませんが、利用客がかなり多い区間となっています。どうしてこの区間はドル箱になっているのでしょうか。主に2つの要因があると考えられ、これからそれらの要素について順次説明していきますが、皆様もぜひ予想しながら動画をご視聴ください。1つ目は沿線の宅地開発で人口が増加したことと競合路線が存在しないことです。中央線の名古屋、多治見間では沿線人口が増加しており、特に1968年から入居が開始された高蔵寺ニュータウンなど高蔵寺駅周辺の宅地開発が大きな要素となっています。特に高蔵寺ニュータウンには4万人近くの人口がおり、これは所在する春日井市の人口の約1割に相当します。このため高蔵寺駅の利用者はかなり多くなっており、中央線でも高蔵寺折り返しの列車が多数設定されています。他に春日井市の隣町である小牧市にある東華大ニュータウンからの利用者も一定数いるようで、東華大の人たちはバスで中央線の駅に出ています。また岐阜県多治見市においても岐阜県にありながら名古屋まで中央線で30分と近いこともあって、市内では宅地開発や分譲マンション建設が行われ人口が増えました。中央線でも多治見折り返しの列車も高蔵寺と同様に一定の設定があり、特に日中の普通列車は大半が高蔵寺と多治見で折り返します。それらも多治見までの需要が大きいことを表していると言えるでしょう。また中央線には競合路線が一切存在せず、 JR 東海の独壇場であることも理由に挙げられます。名古屋地区の主要路線である東海道線は名鉄線、関西線は近鉄と競合しているのが現実であるのに対して、中央線では競合する路線が存在していません。これも中央線の営業収益が比較的良い要素であると言えます。そして2つ目は意外にも逆方向も混んでいることです。中央線のこの区間の通勤時間帯、実は名古屋から高蔵寺や多治見方面に向かう列車もかなり混雑しています。これは金山、鶴舞、千種、大曽根といった都心部にあるオフィス街へ向かう人も多いのですが、
時間帯によっては春日井や構造寺まで混んでいる列車もあります。この混雑は勝川駅や春日井駅周辺に大きな会社の工場があり、また製造業の会社も数多くあることが原因です。これらの工場へ通勤する人が中央線を使って移動し、工場の最寄り駅からバスを使って移動しているのです。このような理由から中央線の名古屋多治見間は黒字で推移していると推測できます。 JR 東海は営業係数を公表していませんが、いろいろなメディアが算出した2014年の営業係数は 90.6 となっており、 JR 東海の在来線としては比較的好調です。ただしこの 90.6 という数字は換算区間となっている中津川、塩尻間を含んだ数値となっています。そのため名古屋、構造寺、多治見間に限定した場合、営業係数が70程度となってもおかしくないと考えます。 JR 東海は新幹線最重要と言われることも多々ありますが、これだけの成果が出てれば十分在来線も力を入れていると言えるのではないでしょうか。東京メトロ東西線、中野と西船橋の間を早稲田、九段下、大手町、茅場町、東洋町、葛西、浦安などを経由しながら結ぶ東京メトロ東西線もまた黒字額の多い路線です。もともとは都内の交通整備の他に JR 中央線、 JR 総武線のバイパス的な役割も持った路線でしたが、現在は混雑率ワーストクラスにまで利用者が伸びています。ではどうして東西線はドル箱となっているのでしょうか。これからそれらの要素について説明していきますが、皆様もぜひ予想しながら動画をご視聴ください。さて、その要因とは沿線開発などによって千葉県全体において都心へ向かう鉄道利用者が大幅に増えたことです。東西線建設の経緯には総武線各駅停車の混雑緩和という目的が計画の段階ではあったというのが事実です。浦安や葛西などの高架を走る地上区間は今でこそ立派なマンション群がたくさん立ち並んでいますが、開業当初は何もない湿地帯だった上に、三鷹川と津田沼川の両方で JR 総武線と直通運転をし、それが現在まで続いているのも建設目的に由来します。なお東西線と総武線の直通運転に関してはこちらの動画にて詳しく解説していますので、この動画のご覧になった後に概要欄からチェックしてください。話をここで元に戻しますが、蓋を開けてみると東西線の千葉川沿線でも急速に宅地開発が進みました。浦安や葛西などでは沿線人口が大量に増加し、特に浦安は市政を施行するにまで至っており、東西線と1996年に直通運転を始めた東洋高速鉄道線沿線でも人口が増えています。そのため総武線のバイパスというよりは総武線各駅停車、総武快速線と合わせて共倒れとも言えるような結果になってしまったのです。1990年に東京まで全通した京葉線の混雑も激しく、千葉から東京方面へ向かう鉄道路線の多くが慢性的な混雑に悩まされ続けているということになります。ただし千葉県を地盤に持つ大手私鉄である京成線の旅客が総武快速線や東西線に流れたというのもあります。この旅客流出やその他の要因で京成電鉄は経営危機に陥り、他社がウハウハな中で京成だけ暗黒時代を過ごした時期がありました。いろいろなメディアが算出した東京メトロ東西線の2013年度の営業係数は 64.9 となっており、これは東京メトロではトップとなっております。逆方向を含めた地下鉄本来の役割である都市内利用者も多く、また東京メトロとしては長距離利用者も多いことから稼ぎが良いことも納得いくでしょう。東急東横線、渋谷と横浜を結ぶ東急東横線は東急電鉄の屋台骨を支えている路線です。長年みなとみらい線を含めてほぼ独立路線のような形でしたが、2013年に東京メトロ副都心線と直通運転を開始し、それを介して東武東上線、西武線とも直通運転を実施。2023年からは相鉄線とも直通運転を開始し、
かつての姿が嘘みたいに見えるくらい、現在ではいろいろな路線とつながっています。では東急東横線がドル箱となっている理由ですが、どうしてでしょうか？主に2つの要因があると考えられ、これからそれらの要素について順次説明していきますが、皆様もぜひ予想しながら動画をご視聴ください。まず1つ目が、沿線の開発で全国的にも流し出た街を通ること。東横線の沿線には中目黒、自由が丘、田園調布など高級住宅街がたくさんあります。また武蔵小杉などの新興住宅街も通るほか、他にも古き良きところから新興的なものまで、いくつもの住宅地を多数抱える路線となりました。ところで東横線沿線のうち、特に田園調布というと、お金持ちが住んでいる町というイメージ、これをお持ちの方多いのではないでしょうか。これは東急の開発部門の前身である田園都市開発が都市開発を行っていたところ、1923年の関東大震災後に被災した富裕層が移り住んだためです。その後東横線が開業してさらなる開発を行い、東京屈指の高級住宅街に発展してきました。戦後は田園調布に住む著名人が多くなり、田園調布に家を買うという漫才のネタにもなったところです。この他の沿線各所も新たな開発で多くの人が住むようになり、それに合わせて東横線の利用客も増えました。近年では特に武蔵小杉の発展は目覚ましく、大量のタワマンが多く立ち並ぶ様は、昔の武蔵小杉を知っている人からすればまさに異世界でしょう。そして2つ目に、いくつもの役割を担っていること。東横線は先ほど紹介した住宅街と都心を結ぶ役割以外にも多くの役割を担っている路線となっています。特に東京、渋谷と横浜という巨大都市の中枢を結んでいるため、都市間輸送という一面も見せています。また副都心線との直通で埼玉県の所沢や川越など横浜へ行くのが不便だったところを一本の電車で行ける、新たな利便性も創出しています。さらに相鉄線の海老名、大和、湘南台方面から東急東横線を介して副都心線や東武東上線方面へのルートも確立しています。また東急新横浜線の新横浜へ直通することによって、渋谷、新宿、池袋からの新横浜や東海道新幹線へのアクセスという役割も担うようになっています。これらの要因もあって営業係数は平常時であればだいたい70から75程度を行き来する数字になっています。近鉄奈良線。大阪、難波と奈良を結ぶ近鉄奈良線は、近鉄の歴史を語る上でなくてはならない路線です。奈良線は近鉄の前身である大阪電気軌道が1914年に開業させた路線です。当時大阪から奈良へ結ぶルートは現在の JR 大和路線、そして現在の JR 学研都市線がすでに開業していましたが、生駒山を避けるルートであったため時間を要しました。そこで大阪電気軌道は生駒山にトンネルを掘って最短経路で大阪と奈良を結ぼうという建設を行ったのです。ちなみに生駒トンネルの掘削が難工事であったため、工事を請け負った大林組が会社存続の危機にまでになったという逸話があります。そんな近鉄奈良線がドル箱となっている理由ですが、なぜでしょうか。主に2つの要因があると考えられ、これからそれらの要素について順次説明していきますが、皆様もぜひ予想しながら動画をご視聴ください。まず1つ目が、沿線の開発が全線にわたって行われたこと。奈良線が開業した当時、沿線の東大阪や生駒はまだ開発されていませんでした。奈良線の開業を機に大々的に開発を行った結果、人口が増加し、昭和30年代には年間輸送人員1億人を突破しました。しかし奈良線の車両が大型でなかったため、近鉄は大型車体用の新生駒トンネルの建設を行った上で、奈良駅付近の地下化と難波への乗り入れも行い、これらすべて1970年までに完了させています。また2014年には難波、氷炭山間の立体交差も完成し、沿線の開発と同時に鉄道の設備投資を行い、沿線とともに成長した路線とも言えます。そして2つ目が、
都市間輸送と観光輸送の両方を担うこと。大阪と奈良の都市間輸送のシェアはほとんどと言っていいくらい近鉄となっています。そして大阪奈良間の通勤通学輸送と並行して奈良への観光輸送も担っています。近鉄のお得意である特急列車の運転はこの奈良線でもあります。以前は全ての時間帯で特急の運転を行っていたのですが、現在は平日の朝に奈良から難波へ行く列車と帰宅時間帯に難波から奈良に向けての運転がメインです。比較的古くから運転されている最近流行の座って通勤する列車になっています。ただし特急が走っていない時間帯は快速急行が速達列車の役を担っています。2009年の阪神難波線開業で阪神と直通運転を開始し、以降は快速急行が神戸三宮、奈良間を直通運転しており、神戸、大阪、奈良への都市間輸送と観光輸送を担っています。そんな近鉄奈良線の営業係数についてですが、詳しい数字は出ていません。しかし大阪線や京都線、橿原線を含めての営業係数は2013年度で 69.2 と出ています。そのためそこから算出してみると奈良線の営業係数はもっと良いと考えることができます。一方で合併をして大きくなった近鉄はローカル線区を抱えており、伊賀線や養老線、内部、八王子線は第三セクターに経営は移管したものの、現在残っているローカル線区も奈良線や大阪線、京都線など主要路線の黒字と特急列車の追加料金で支えていると見て取れます。 JR 横浜線。横浜市の東神奈川と東京の八王子を結ぶ JR 横浜線は、八王子や甲信地方で生産された生糸を横浜港へ運ぶ目的で横浜鉄道が1908年に全線開業させた路線です。この横浜鉄道の路線はその後1917年に国有化され、1987年の国鉄爆発後は JR 東日本が継承し現在に至っています。この横浜線ですが、国鉄時代から数少ない有料路線と言われており、現在でも JR 東日本のドル箱路線の一つとなっていますが、なぜでしょう？主に2つの要因があると考えられ、これからそれらの要素について順次説明していきますが、皆様もぜひ予想しながら動画をご視聴ください。一つ目は路線が神奈川から東京の縦に縦断していること。横浜線の路線図を見てみると、東神奈川から新横浜、中山、長津田、町田、相模原、橋本を経て八王子に至っています。首都圏の鉄道は東京から放射状に西へ、東へ、北へと伸びていて、それらの鉄道は郊外へ向かうというベクトルになっています。しかし首都圏を縦断する鉄道はというと、 JR で言えば南武線、武蔵野線、横浜線、八高線程度だけです。私鉄では千葉県を走る新京成電鉄や千葉と埼玉を結ぶ東武野田線程度、多摩地区では多摩センターと上北台を結ぶ多摩モノレールがようやくできたぐらいです。神奈川から東京へ縦に伸びている横浜線は、東京から伸びてきた私鉄の受け手になっている面があります。東神奈川駅で JR 京浜東北線と京急線、菊名で東急東横線、新横浜で東海道新幹線、横浜市営地下鉄ブルーライン、東急新横浜線と相鉄新横浜線、中山で横浜市営地下鉄グリーンライン、長津田で東急田園都市線、町田で小田急線、橋本で JR 相模線と京王相模原線、八王子で JR 中央線、JR 八高線、京王線と接続しています。起点と終点以外で JR 以外の路線と接続している路線はたった2路線で、それ以外は私鉄や公営地下鉄と接続しているのです。そして2つ目に、受け手だからできる沿線開発。横浜線沿線はこれら私鉄路線の受け手となった地の利を生かし、どこかで乗り換えれば東京に行けるということから開発が進みました。結果として横浜線の沿線は大きく開発され、単線だったのを複線化したり、信号所だったところを駅に格上げしたり、さらに新駅を開業したりと、いくつもの施策が実施されており、
その特性ゆえに国鉄時代から有料路線として知られています。この横浜線の発展のおかげで沿線の町も大きく発展し、町田市は横浜線開業当時村だったのが町を経て市になり、人口は東京都内で23区、八王子市に次いで3番目の市になりました。相模原市は周辺と合併して神奈川県で3市目の政令指定都市までになりました。そんな横浜線の黒字額はどの程度でしょうか。 JR 東日本は黒字路線の営業係数を公表していませんが、いろいろなメディアが計算した値によると2016年度の営業係数は 70.3 となります。 JR 東日本の在来線ではベスト5に入り、国鉄時代から引き続き現在でも有料路線であることを見せています。名古屋市営地下鉄東山線。名古屋市の中心部を貫通する地下鉄東山線は1957年に名古屋初の地下鉄として名古屋栄町間が開業しました。その後1960年に池下、1963年に東山公園、1967年に星ヶ丘、1969年には星ヶ丘富士ヶ丘間と名古屋中村公園間、1982年に中村公園高畑間が開業し現在に至ります。そんな東山線ですが、名古屋では有数のドル箱路線として知られています。主に3つの要因があると考えられ、これからそれらの要素について順次説明していきますが、皆様もぜひ予想しながら動画をご視聴ください。まず1つ目は名古屋の中心部を結んでいること。東山線は名古屋市中心部である名駅伏見栄を通っています。また地下鉄や JR、名鉄、近鉄、青波線、イニモなど他の路線との乗り換え駅も多数所在しています。その乗り換え駅は八田、名古屋、栄、千種、今池、本山、富士ヶ丘と富士ヶ丘以外は中心部に固まっています。このため特に名古屋今池間を中心に終日にわたって混雑している区間もあります。東山線のバイパスとして桜通り線も作られましたが、それでも完全にバイパスといかず依然として混雑しています。続いて2つ目、沿線の人口増加とりにも開業で飛躍的に増えたこと。東山線は1969年に富士ヶ丘まで延伸しましたが、延伸した当初は周りにはほとんどと言っていいくらい富士ヶ丘駅周辺などには住宅がありませんでした。しかし地下鉄が延伸したことにより沿線開発が行われ、住宅やオフィスが増え人口も増えてきました。さらに2005年の愛知万博開催とりにもの開通で陸の孤島とも言われた長久手市にも鉄道ができたことになりました。これによってよりさらなる人口増加となり、またりにもで長久手方面から富士ヶ丘で東山線に乗り換えて名古屋市中心部に通勤する人も増えています。最後に3つ目、通勤客だけでなく通学客も多いこと。東山線の沿線には高校や大学が数多くあり、通勤客と同様に通学の学生もたくさん利用しています。東山線の沿線で高校は公立と私立が6校ずつあり、大学も私立大学が5校、私立の短期大学も1校あります。また富士ヶ丘からリニモに乗り換えた長久手市にも大学が多くあり、これらの大学に向かう学生も多く利用する関係で平日昼間でも混んでいることが多々あります。これらの要因が相まって東山線の営業係数は2019年度で 61.1 とかなり好調となっています。2019年度はこの他に名城線、名高線と鶴舞線も営業係数100以下と黒字になっていましたが、2020年以降は名城線、名高線と鶴舞線は赤字に転落しました。それだけ東山線は名古屋において重要な路線であり、名古屋随一のドル箱路線なのです。東武東上線。池袋、寄居間を和光市、四季、川越、坂戸、東松山、小川町などを経て結ぶ東武東上線。もともとは現在の群馬県にあたる上州まで伸ばすつもりで、
東京と群馬を結ぶ東上という名前が付けられており、最終的には新潟、長岡まで路線を伸ばす予定だったそうです。現在は東武が運営していますが、東上鉄道が建設しており、後から東武と合併したことが影響しているのか、現在でも東武の中では別個に扱われるケースがあります。そんな東武東上線は本線の赤字を吸収するくらい東武屈指のドル箱路線と言われています。どうしてでしょうか。主に2つの要因があると考えられ、これからそれらの要素について順次説明していきますが、皆様もぜひ予想しながら動画をご視聴ください。一つが池袋東松山間の発展が目まぐるしいこと。東武東上線が開業して以降、沿線は大きな開発が行われ、次第に沿線の人口も増えていきました。特に池袋に近いは甲子、朝霞市、志木市、富士見野市、上福岡市、改め富士見市などは急激な開発で宅地化が進んだ結果として、この付近の町や村は市になりました。しかもこの沿線開発はまだ発展途上、川越から先はまだまだ沿線に田畑が残るのどかな風景があり、東松山駅を過ぎるとよりのどかな風景が多数あり、山も多数あります。2つ目に地下鉄直通運転でさらなる発展をしたこと。このように沿線では目まぐるしく発展を遂げている中ですが、東武東上線と営団地下鉄有楽町線との直通運転が始まったのは1987年、意外と最近ではあるのですが、これは有楽町線の開業が遅かったというのがあります。この直通運転が開始した際には和光市、地域間が複々線となり、東上線の列車本数も大幅に増加しました。2008年には東京メトロ副都心線が開業したことによって、副都心線との直通運転も実施して、池袋以外への三大副都心へも東上線から直通運転の一本でアクセス可能となり、2013年の副都心線と東急東横線の直通開始からは、東上線から横浜方面へと線路がつながり、2023年の東急新横浜線開業で東上線から相鉄線への直通列車が運転を開始しました。この辺りに住んでいる人はこの東武東上線の大きな変化に、まさか横浜まで一本で行けるとはと思っているのに違いないのではないでしょうか。そんな東武東上線の2013年度の営業係数は 60.6 で、これは全国においてもトップクラスの良好な数値です。しかし東武は営業路線が多い会社である以上、多数の赤字線区を抱えています。結果的には東上線の黒字で赤字線区を支える形になっているのが現状です。 JR 山手線。東京都心をぐるぐる回り、常に多くの乗客を運ぶ山手線は、まあ当然のことですが、日本でも屈指のドル箱路線です。言わずもがなにはなるかもしれませんが、山手線がドル箱路線となる理由をこれから大体2つほど紹介します。皆様もどんな要素が当てはまるのか推測しながらお答えください。まず1つ目、東京を代表する街を通っていること。山手線といえば東京、いや日本でも有名な街をたくさん通っています。首都圏だけでなく全国にも名を轟かしている街を山手線が通っているのです。江戸時代から発展している町もありますが、山手線なしでは発展なかった町も多いほどです。そして2つ目、他路線の多くの駅が山手線に接続していること。山手線の多くの駅では都心を目指す他路線と接続している駅が多いです。山手線は1周で30駅ありますが、他路線と直接接続がない駅はたった2つ、新大久保と目白だけです。その他の路線は違う駅名の接続駅こそありますが、必ず1路線以上の地下鉄か私鉄と乗り換えが可能です。そんな山手線の営業係数は2016年度で 53.1 程度と試算されています。全国の JR 在来線ではダントツの1位です。黒字になる要素は多数持っていますが、東京の中心部を走るという性格である以上、ひとたびトラブルが起こると影響人員が半端ないのも事実です。大阪メトロ御堂筋線。
大阪の地下鉄を代表する路線となっている大阪メトロ御堂筋線は、1933年に梅田、心斎橋間が大阪で初めての地下鉄として開業しました。その後どんどん延伸し、大阪万博前の1970年に江坂、新大阪間が開業して、北大阪急行と相互直通運転を開始。1987年に我孫子、中百舌間が開業し、現在の路線となりました。そんな御堂筋線は東京でいう山手線のような役割を果たし、大阪、いや日本トップクラスのドル箱路線として知られます。どうしてでしょうか？主に2つの要因があると考えられ、これからそれらの要素について順次説明していきますが、皆様もぜひ予想しながら動画をご視聴ください。1つ目が、大阪の中心部を縦断していること。御堂筋線の路線図を見ますと、江坂から新幹線との接続駅である新大阪、淀川を渡り中津の手前で地下に入り、梅田、淀屋橋、本町、心斎橋、難波、大黒町を経て天王寺へ、天王寺からは南に下がり、我孫子を過ぎたら堺市に入り中百舌へと至る路線です。大阪市の中心部の梅田、難波、天王寺間は、大阪市役所をはじめとする官庁や企業のオフィスなどが立地する関西有数のオフィス街が多数立地しており、また繁華街も多くあり、終日にわたって中心部を中心に多くの利用者があります。そして2つ目、私鉄や JR の拠点駅との乗り換え駅をいくつも抱えていること。もう一つの要因として言えるのは、主要な他の路線との乗り換え駅を抱えていることです。地下鉄を除くと具体的には、新大阪で新幹線と JR 線、梅田で JR 大阪駅と阪急大阪梅田駅、阪神大阪梅田駅、淀屋橋で京阪、難波で近鉄と南海、天王寺で JR 線と近鉄大阪阿部野橋駅と乗り換えが可能であり、また中心部以外でも長井で JR 阪和線、中百舌で南海高野線と仙北高速鉄道と乗り換えが可能で、郊外路線から乗り換えて利用する人が多くなっています。そんな御堂筋線における営業係数は、2017年度の数値でなんと 44.9。 この数字は日本でも超がつくほどのドル箱路線で、全国の地下鉄路線でもダントツのトップとなります。東海道新幹線。最後に東海道新幹線です。1964年10月1日に東京、新大阪間が開業し、2024年で開業60周年を迎えます。東海道線の線増しで高速の旅客列車を走らせようとして、世界初の高速鉄道として建設されたのが東海道新幹線です。東海道新幹線は開業して以降ずっと、日本の発展を支えてきたと言っても言うまでもありません。国鉄が爆発して以降は JR 東海の屋台骨として会社を支えており、狂気の沙汰ともいえる本数にまで増加した運転本数の増発、そして積極的なスピードアップも行っています。開業時は東京新大阪間を光棒で4時間をかけて運転したのを、現在ではのぞみ棒が最速で2時間21分と1時間半以上も短くなりました。さらに利用客も国鉄爆発以降年々増えてきています。東京大阪間の対抗する航空機とのシェア争いは7対3で、圧倒的に新幹線が優位になっています。これらのことが相まって、東海道新幹線は黒字で運営されており、 JR 東海が営業係数を公表していないものの、メディアが計算した2014年度の営業係数は 60.8 となっています。2023年お盆輸送では1時間あたり最大でのぞみ号12本、光号2本、こだま号2本の16本が運転されました。1時間に16本高速列車が走る、日本の鉄道技術がすごいというよりは、もはや狂気の沙汰です。いかがだったでしょうか？今回の動画では日本でも有数なドル箱路線について、JR 東海から始まって JR 東海で締めるという形で10路線紹介しました。紹介した路線はこれから述べる10路線であり、 JR 中央線、名古屋、高蔵寺、多治見間、
東京メトロ東西線、東急東横線、近鉄奈良線、 JR 横浜線、名古屋市営地下鉄東山線、東武東上線、 JR 山手線、大阪メトロ御堂筋線、東海道新幹線となりました。この動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。